本当に、ああいうやつってマジで論外よね。本当。さっきね、モレル使ってる非公開がね、やばすぎてね、論外すぎてね、やばいなって思う。バレてない。やば。ポジション弱すぎだろ。聞いたことがあるんだけど、誰？トラッパーじゃねえかよ。トラッパーじゃねえかよ。これ脱走するのが一番難しそうよ。一回だけだからいいけど、何回かやってればできんじゃない？脱出ができるかどうかって、鬼戦の時って奇跡だったかもしれないよって。助けに来ないならやめるよ。マジで暗闇があれがねえし、ランタンがねえ以上どうしろっつうの。殺してもらうしかねえから、来たら来たらいいや。落ち着くか。これさ、見える仕様にしてほしいよね。けど、まあいや、仕様がこうだから、まあいいや、見える仕様って思う。みんなこれつけてんの？つけてると確かについたら有利だけど、つかないと別に有利でもなんでもないけど。どれだけ回ってるかわかんねえから、ベストのタイミングなのかどうかすらわかんない。宝箱あったよな。来てからの方がいいのかな。宝箱わかんねえ。ランタンでしょ、多分。だ、終わったのから取ればいいんだ。罠があるけど、近すぎだよ。
これこれヒロちゃんで止まらすバース、楽しみたいだけだからね、みんなね、まったりと。イベント期間にさ、ガチでキャントンとか、アンチベースキャンプシステム聞くやつとかさ、ただのキャントンなら別にそこまで口頭でいいんだけど、イベントを楽しまないで、勝つことだけにこだわってるやつやべえなと思うよ。うん。トラッパーに行ってるわけじゃないよ、別に。他のやつね。サバイバーだと、前の試合の着地戦のモレルみたいなやつね。あの、仲間裏切って、あの、よくあるやつ。脱出させてもらって、何が、おこぼれもらって何が楽しいんだろう。俺なら抜けないけどね。うん。はい。勝って当たり前。これが、ヒロシャー